はい、どうも皆さん、こんにちは。トマチャンネルのトマです。このチャンネルでは、現役エンジニアのトマが、電気電子工学に関連する技術解説を行います。学校で学ぶあんなことや、こんなことが、社会でどう生きるのか、知ってもらうきっかけとなれば幸いです。ご興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、本日のテーマです。 コンデンサーにはたくさんの種類があるけど、種類によってどんな特徴があるのという方のために、コンデンサーの種類と特徴について解説します。こちらにあるフィルムコンデンサー、アルミ電解コンデンサー、セラミックコンデンサーについて初心者にもわかりやすく解説しますので、この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。それでは一緒に勉強していきましょう。 まず解説の順番についてです。コンデンサーの種類、構造、サイズ、周波数特性、温度特性、TC バイアス特性、用途、まとめの順番に解説していきます。それではコンデンサーの種類、比較についてです。コンデンサーにはこのように足のついた リード付きディップ品っていうのと、この足を取った SMT 品、表面実装品というのがあります。それぞれセラミックコンデンサーはこのような色で、アルミ電解コンデンサーはこのキラキラしたゴールドのようなものもあります。このゴールドのものもなんかキンキラキンでいいので使ってみたいですよね。その他にもこのような茶色っぽい色であったり、 カナブンのような羽のキラキラしたようなものもたくさんあります。まとめると、コンデンサーには形、色、サイズ、実装方法などたくさんの種類があります。次にコンデンサーの構造の比較についてです。まずはセラミックコンデンサーについてです。セラミックコンデンサーはこのように 層のようになってます。層になっているので、積層セラミックコンデンサーと呼ばれたりします。こちらの足がないものに対して、この足をつけたものがリード付きとなります。このリード付き CP 線というのはどういうものかというと、このようなもので、鉄に銅メッキ、鈴メッキしたものと、銅に鈴メッキしたものの、 2種類があります次にこちらの構造先ほど積層になってるよという説明をしたんですけども、えー、分かりやすいためにこんなものを用意しましたこれはみんな大好きミルフィーユですトマさんはスシローでこのミルフィーユをよく食べるんですけど、えー、食べる時にですね積層セラミックコンデンサーの構造だなと思いながら食べています。 これを一枚ペリペリ剥がしていくと、えー、このような構造になっているので、皆さんもぜひスシローに行った際は見てみてください。次にアルミ電解コンデンサーについて見ていきましょう。アルミ電解コンデンサーの材料はどうなっているかというと、ここにある通りアルミ箔。これはアルミニウムのことです。 そして、ここに電解と書いてありますけども、電解液を染み込ませた紙になります。それらを使用しているので、アルミ電解コンデンサというふうに呼ばれています。構造はどのようになっているのかというと、こちらのようになっていて、これは高校物理で習う平行平板コンデンサをこのようにしてくるくる巻いたものになります。 その巻いたものにこのリード線をつけたもの。これがアルミ電解コンデンサーとなっています。それらをまとめると、アルミ電解コンデンサーの材料は、アルミと紙。原理は平行平板コンデンサーである。アルミ電解コンデンサーについてはこちらの動画。初級コンデンサーって何を見るとわかりやすいです。実際にアルミ電解コンデンサーを作ってみて実験している動画になりますので、 ぜひ参考ににしててください。概要欄にリンクを貼っておきます。次に、えー、フィルムコンデンサーについて見ていきましょうフィルムコンデンサーについてはプラスチックフィルムというのとアルミニウム鈴の金属白でできています構造としては先ほどのアルミ電解コンデンサー同様に平行平板コンデンサーの原理を利用しています 違う点は先ほどの電解子のところがプラスチックフィルムになっていることです。こちらのフィルムを原材料として使っているのでフィルムコンデンサーという風うに呼ばれています。次にコンデンサーのサイズ比較です。ディップ品については先ほどの構造のところで説明した通りこちらの積層セラミックコンデンサーに足をつけたもの。 になります従って SMT 品よりもこっちディップ品の方がサイズ的には大きくなりますどれぐらい SMT 品が小さいのかというのがわからないのでお米と比較して見てみましょうセラミックコンデンサーの SMT 品と米を比較するとだいたいこのようなサイズになってて、まあ、縦横高さがこのように定義してます そうすると、米よりも小さいことがわかると思います。次に、アルミ電解コンデンサーとお米を比較するとどうでしょうかアルミ電解コンデンサーの方がお米よりも大きいことがわかると思います。次に、フィルムコンデンサーとお米を比較すると、大体同じぐらいの大きさかな というふうに思います。これらをまとめると、SMT 品はディップ品よりも小さい。そして、セラミックコンデンサー、お米、フィルムコンデンサー、アルミコンデンサーの大きさの順番となります。セラミックコンデンサーの SMT 品は小型化にとても有利なので、 様々なところで使われています。次にコンデンサの周波数特性について見ていきましょう。横軸が周波数、縦軸がインピーダンスのグラフとなっています。インピーダンスについて見ていくと、どうでしょうか。1メガ付近について見ていくと、このようになります。 それぞれコンデンサーの容量というのが、えー、まあ、違うんですけれども、えー、セラミックコンデンサーのインピーダンスは1メガ付近で0.01ぐらいよりも下がっています。そしてフィルムコンデンサーについてはちょっと大きいかなぐらいです。アルミ電解コンデンサーについてはかなり値が大きくなってて0.1というふうになってますんで、 10倍ぐらいいの値という,ふうになります。まとめるとセラミックコンデンサーは低周波メガヘルツからギガヘルツぐらいまでインピーダンスがこのように小さくなっていることがわかると思います次にアルミ電解コンデンサーとフィルムコンデンサーについてはメガヘルツ付近から大きくなってるなということがわかると思います つまり、インピーダンスとしては、セラミックコンデンサー、フィルムコンデンサー、アルミ電解コンデンサーの順番に値が大きくなっているということです。このインピーダンスの低さを利用して、どのように使うのかというと、セラミックコンデンサーについては、この IC の直近にコンデンサーを置いて、デカップリングコンデンサー、バイパスコンデンサーとして、 ノイズを低減する機能として使います。一方、フィルムコンデンサーについては、このように、パイ型の LC フィルターとして使うケースがとても多いです。それではコンデンサーの温度特性について見ていきましょう。まず、こちらのサウナのような状況を考えます。これは高温をイメージしています。 それではエントリーナンバー1フィルムコンデンサーエントリーナンバー2アルミ展開コンデンサーエントリーナンバー3セラミックコンデンサーこちらについて温度を上げていくとどのようになりますか見てみましょうおっと温度がどんどん上がっていくとセラミックコンデンサーがもぞもぞしてきましたおどうやらギブアップのようです それでは解説していきます。こちらのグラフは横軸が温度、縦軸が静電容量となっています。まず上から、導通性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサー。正確にはアルミ電解コンデンサーではないんですけれども、アルミ電解コンデンサーとこのポリマーですね、導通性高分子というのを掛け合わせたものになっています。これ以降は、 ハイブリッドアルミ電解コンデンサーというふうに呼んでいきます。こちらについては、この黒のとこですね。このようになってて、低温から高温に向かってやや、えー、変化が見られます。ただしですね、これは変化があるといってもかなり小さいので、温度に対しては強いというふうになります。アルミ電解コンデンサーについても、これとほぼ同じで、 低温から高温に向けて、これよりもやや悪くなるといったイメージになります。次にフィルムコンデンサーについてはどうなるかというと、このグレーの線ですね。グレーの線は先ほどのハイブリッドアルミ展開コンデンサーよりも温度特性が優れているということがわかると思います。次にセラミックコンデンサーについてはどうでしょうか。セラミックコンデンサーはいくつかの 特性を持っています。ここでは3つの特性について紹介します。まず C0G ですが、こちらは温度保証用のコンデンサーとなっていて、容量の温度特性が保証されたものになります。従ってグラフを見ると赤線の部分ですね、まっすぐビチーとなってて、温度で全く影響していないということがわかると思います。一方で、 X5R であったり y5v についてはどうでしょうか温度変化に対して静電容量も変化しているということがわかります。特にこの緑の y5v については高温になるにつれて容量が大きく変化しているということがわかると思います。これらを理解した上でコンデンサーを使っていきましょう。 次に DC バイアス特性について見ていきましょう。エントリーナンバー1、フィルムコンデンサー。エントリーナンバー2、アルミ電解コンデンサー。エントリーナンバー3、セラミックコンデンサー。こちらに今でっかい電池を用意して電圧を印加していきましょう。電圧を印加するとどのようになるでしょうか おっと、先ほどと同様にセラミックコンデンサーがもぞもぞして、どうやらギブアップしたようです。こちらのグラフを見ていきましょう。横軸は DC バイアス。これは印加する電圧のことですね。で、縦軸は先ほどと同様に静電容量というふうになっています。そして上から順番にハイブリッドアルミ電解コンデンサー、フィルムコンデンサー、セラミックの順番で見ていきましょう。 こちらについては、このハイブリッドアルミ電解コンデンサーとフィルムコンデンサーは、入力電圧が高くなっても、静電容量の変化がほとんどありません。一方、セラミックコンデンサーについては、どうでしょうか温度特性と同様になっていることがわかると思います。この先ほどの温度保証型の C0G というのは、 静電容量が変わっていないということがわかると思います。一方、x5r であったり y5v というのはかなりの静電容量の変化を起こしています。例えば、この緑のグラフに対して10マイクロの静電容量だったとしましょう。こちらについて 5V の電圧を印加すると80%近い現象がありますので、容量としては 2マイクロファラト以下になってしまうので設計の際には注意が必要です次にコンデンサーの用途比較について見ていきましょうまずは左側のディップ品についてです基本的に充電器など電源回路周りで使用されることが多いですこのフィルムコンデンサー に至っては、耐電圧が 4kV まで耐えられる製品もあります。一方で、この SMT 品については、特にこのセラミックコンデンサーですね。というのは、車、充電器、スマホ、パソコンなど、もう家電製品の全てで使用されていると言っても過言ではないぐらい使用されているコンデンサーになります。一方で、 このフィルムコンデンサーというのはシンセサイザーなどのオーディオ周辺機器で利用されます。それがなぜかというとこのように振動に強いからです。本日のまとめです。コンデンサーの特徴としてはこのようなグラフになります。価格で言うと やはりセラミックが一番安くて、電解コンデンサー、フィルムの順番になります。フィルムコンデンサーはやややっぱり高いというような印象で、えー、どうしても使うっていうところに使う感じになると思います。サイズとしては、やはり、えー、セラミック、えー、アルミ電解コンデンサー、フィルムといったような順番になります。周波数特性。 については、インピーダンスはやっぱりセラミックが一番低くて、次にフィルムコンデンサー、アルミ電解コンデンサーの順番になります。温度特性としては、えー、先ほどの温度のサウナですね、のところで見る通り、えー、やっぱセラミックが温度特性が非常にばらつくというようなところがあります。DC バイアス特性についても、 やはりセラミックがやや不利というようなところだと思います。耐電圧については、えー、フィルムコンデンサーが 4kV ぐらいまで耐えられる製品があるというところで圧倒的に高いというふうになります。用途としては先ほどの説明となります。まとめるとコンデンサーにはたくさんの種類と特徴があります。 これで皆さんもコンデンサーの種類と特徴の知識が身につきました。本日の動画は以上になります。この動画が良ければいいねとチャンネル登録をお願いします。わからないことがあれば YouTube のコメント欄を通じて気軽に聞いてね。それではまた一緒に勉強していきましょう。またねー。